ききの仮面続きをやっていきますちょっと寒そうだねやっぱねさすがにねではえっとですねここの部屋書庫前回あの203号椅子窓かのいる部屋が開かなくてヒントがここにありそうなので、えー、ここの書庫に向かいたいと思います行こう行こうカメラは アイテムもないでも回復は一個もないのがちょっと気がかりなんだけど大丈夫かなあいっいいかいけるいけるなんかいない誰もいない誰もいないね。よしじゃあ行こう。そしてこの部屋には何もない。 私には、ルカには何もくれない。よし、行こう。この部屋の額縁のところだよね。額縁、窓かはもういないのか、ここにも。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。すいません、また止めました。えっ、ー、と、ちょっと待って、ここ、どこだそれここら辺にアイテムがありそうな、ありそうな感じがするのだが、どこですか あった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 たあった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 おおー、やったね。フィルム。様々な表情の面が並べられ、それぞれに名前が付けられている。おどれも人物名のようだが、作者の名前だろうか。えー、その名前は見えないの名前は読め、読めないか。読めない。 本棚にいっぱいに本が並べてあげてる。面に現れる精神、紙面の民族学、面に関する書物。こんなに面に執着しすぎなの、お面に。ここはまた違う。記憶と人格、忘却という詩、記憶など精神に関する書物。まあみんな記憶がなくなってくって言ってたもんね。ここは古い本らしく読み取ることはできない。 なんか漫画本みたいじゃなかった今。あ、ここは同じか。老月と、老月島という文字が目立つ。島の歴史について書かれた本。<laughs> ここはここも一緒か。で、これだよね。あ返してって言ってるあ、この人もやる、やるやつだ。やるやつか。

どどこどこそれどこあどこ後ろちょっと待って近そう近そうだった今いた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 返してって言ってるフェイタル狙いたいねフェイタルあ外れちゃったダメだ近い近い一旦離しおいて一旦離して,おいて,一旦離してあ向もうここ行った また鏡に帰っていく。たまに鏡,鏡に帰っていく、この人。撃っちゃえ。OK。この人、なんとかの人だよね。一回写真撮った気がする、この人。しべる。鏡の前の鍵窓かの部屋の鍵。払い月だね。払い月だっけ。 2階のあそこのあそこだね。OK。承知しました。203ご一緒調べると。中に声はしたけどどうなんだろういるのかな窓か。でも窓かを一回やれしたぞ。あなんかできるんじゃないえー、っと、これじゃなくて、えー、これじゃなくて、こっちのあれあれ あ、できないか。あれまあ、いいか。あ、なんか、ここにもあるぞ。ばんばさんが欲しい。あ、強化レンズ。熱。熱。これつけれるんだっけあ、強化レンズ。圧ついてる。つけとこう。あれを遠ざけることない。 あの、後ろにノックバックみたいなやつだね、多分。ノックバックできるやつだ。まだ溜まってない。あ、あと今つけたばっかりだから、あれか。なんか回復したいけど回復あったっけないんだよね。回復し、ない回復ないこんなに回復は拾えないことあるどっかに落ちてる鏡。鏡。 このさゲームで鏡でさこう動いてるのもちゃんと向こうに反映されるっていうことがすごいなって思っちゃうんだけどそれだけでなんか人形いるよこのこの中に人形がいる行くか窓感じ行こうあ面の前に立つ女あこれで撮っちゃったもったいな ちょっと面の前に立つ。ちょっとすいません。あ、なんかある。なんかある。え、これ、あ、ガラスなかったんだ、ここ。え、黒い面の破片、左目口かけた木片のようだ。え、麻生博士の仮面考察。面に関する資料を。この島では、えー、月食の日 これ月はみなのかなの日に神楽が行われる、えー、月食月食月はみどっちこれどっちで読んだ方がいいどっちも正解月はみの日でいいか月はみの日にはすべての生きた人の心が死の死の側へと傾き死者の魂が読みからやってくるとされる、えー、島では月が魂を示すものであるためあ月はみは魂が蝕まれる と考えていたのだろう、うん、かつてこの島の神楽にて、えー、月はみの面という面が使われたことがあったと文献で読んだ非常に古くまた断片的な文献であったがそれは島に、えー「無垢の日という最悪をもたらした黒い面だというまさに今拾ったやつか。 えー、島の長にも訪ねて,てみたが、ひどく怯えた表情でそのようなものはなかったというのみであった。島ではその面は触れてはならぬ、禁異なのだろう。あそうかたとえ危険であるにせよ、ぜひ一度この目で見て調べてみたかった。もしかしたら異界へとつながる強力な手がかりとなったかもしれない。うん、それをでもちょっと手にしてしまったな。 これ、それが出来上がったらまずいんじゃないかちょっとあ。その面がさ、もう、今、左目の方を得たけどさ、右目を得たらまずいんじゃないそれで合体させたら、なんか、呪いが、また発動しちゃうんじゃないその面を。で、つけることによって、みたいな。つけることによって、みたいな感じなんじゃない開けます。 で2階に行くとでそのまえ大丈夫倒れている少女大丈夫えそっちにもいるの取れてるこれ見下ろしている少女いじめられてるどのころのってあった気がするそういえばなんかさいじめられていたようだみたいな 今のは私見たことがある。昔ここで。岬咲がいじめられてたのかどういうことだ今のは。ちょっと疲れた疲えた。ここで、一旦、で、よしなうセービング。で、回復ってさ、作っといた方がいいと思うか誰 <laughs> 誰に聞いてるかわかんないけど。えー、交換する 回復必要フィルムでもこれを、レイィストで、鬼火人形の置き物。鬼火人形ってさ、さっきもあった。ちょっと待って、さっきの鬼火人形なんじゃないのちょさっきのやつさ、鬼火人形でしょちょっとさ、ちょっと戻っていいあの、本棚のとこにあったやつ。あれさ、取ったらなんかなんじゃないちょっと、一回行ってみていい取ったらなんかさ、あるんじゃないのこれ。 先に見つけちゃったやつじゃないのちょっとそういうのやりたい。やりたくなっちゃう。ちょっとお付き合いください。もし何やってんだよって思う方は、あの、全然飛ばしてもらって大丈夫です。このさあ、本棚のところにさ、今人形見つけたじゃん。この人形。これ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 。ほら。ほら。 ほら、なんか出てきた。え、人形の呪いを解いたえ、あ、呪いを解いたってことは良かったってことだよね。あ、いい人形になったってこと人形が。あ、そういうのあるんだ。え、人形のそばに何が落ちている鬼火人形だ。この赤い人形は、あ、全然違った。 ほおずき人形だって。え、おにびじゃないんだ。え、読めない、これ。ほおずき人形。と言って、えー、老月群島の伝統的なお土産です。由来は古く定かではありませんが、こう亡くした親によってその供養のために作られたのが始まりと言われています。えー、老月群島の中には、ほおずき人形を不吉なものとしている島もありますが、この、 廊月刀では厄除、えー、けの効果があるとしてさまざまな場所に置かれる習慣があります。えー、今までも見逃してたかな、じゃあ。これ、この子。この子の呪いは解いたんだよね。もう一回取っとく。へ、えー、これを見つけたら取った方がいいんだ。よし、これの、なんかすごい金額で買えるやつは、これの居場所がわかるってこと 地図上に出るってことじゃあ。そこいるんじゃないこういうとこにも。え、すごいそれ探したくなる。これサブクエみたいなサブクエっていうか収集要素なのかなこういうのなかったよね、今までゼロには。え、出口出たい出たい。よし、行こう。 やった戻ってきて正解。なんかさあの人形すごい気になったんだよね、本田の中の人形で。じゃあ一回こうセーブして。だからこのこれこれ。場所。ノートに記された目もレイリストで鬼見人間の置き場所が分かるようになる。これをさ、呪いを解いていくことででもなんだっていう話もあるよね、ちょっと。 あそれはいいとして。えー、じゃあ、窓かの部屋に行こう。絶対窓かいないんだろうな。あ、またナースコール。ナースコール、ナースコール。窓かかな。はい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 。どうして今行くよ。は 今そういう場所じゃ、場合じゃない、そういう場合じゃない、そういう場合じゃないじゃん。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょ、ち。近い、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 近い。近い、近い。どこだ。あ、こっちか。あ。近いね、近いね。あ、大丈夫、ちょっと。 あーちょっとちょっともう一回いけたもう一回いけたよしよしフェイタルできたんじゃない今いよしよしいいぞ来い来いあ終わってしまいましたいい具合になんかうまくなってきたんじゃない ピーピーをピーピーを早く取ってあげないとはいはいどうしたああ綾子だマドパじゃないんんなんだってここえ今今綾子なんだってあ綾子凶暴なんでしょ綾子いるじゃんじゃあ綾子からかかってきたってことは。 あやこ絶対いるじゃん。ちょっと待ってよ。あこれでやってたのか。まあ、いいか。まだ、あやこが、これ開けたらあやこいるんじゃないあやこあやこどうしたあやこあやこなんであやこは名字がないんだろうあやこっていうのもとりあえず付けられた名前だったりするんかな ああやこ、やこがいそう。あやこそっちの部屋ね。あやこここだっけちょっと待って、やこってここだっけあ、違うの。ここはカズトだっけあやこはそっちだよね。まあいいかで。この青いのが気になる。ずっと、ずっと気になる。この中なんだろうな。ということは、もう行くか。よし、行きます。窓か 窓かまどかはうわあ鏡があるアイテムがいっぱいある絶対バンババンバがあるなバンバンもあるけど書物があるまどかの日記しかまどかの日記これ古くなってないほら日記帳が置かれているかなり時間が経っているようだこれまどかがここに入院してた時の日記ってことじゃない 8月9日夜お休みの時間なのに眠れないととても暗くなりますそれは真っ暗な時に窓に私の顔が映ってしまうからです顔が窓に映ると顔がグニャっとしますお目目もグニャお鼻もグニャお口もグニャ顔がぐちゃぐちゃなってんじゃん頭の中もグニャっとなってあやこちゃんのこととかなく,な,くしたいなくしたいのに 大事なななところがなくなりますだから今日はよく眠れるといいと思います <laughs> やばいこれあやこにいじめられたのまどかかあやこちゃんのこととかなくしたいのにって言ってるからあやこからは嫌なことされてるね多分んうはなんか絵が絵が描いてあるけどなんかちょっと絵があんまりこら辺にもなんかありそうだよ

マドカちゃんへお元気ですかこの前あげたカナディアンの名前は決まりましたかいつも一人にしてごめんね。お母さんおお母さんかお母ささんんはマドカのことをいつも考えているよ。クレヨンを持っていくね。マドカは絵を描くことが好きだからきっと喜んでくれると思います。先生も好きなことをすると病気に良いと言っていました。たくさんお絵描きしてね。 いろいろなことを忘れちゃうのはとっても怖いと思うけど、まどかは月盛りの女の子だから、お月様が守ってくれています。だから心配いらないよ。灰原先生の言うことをちゃんと聞いていい子にしていてね。またすぐお見舞いに行きます。お母さんより。ああ、お母さん。即。即は何 即って今つけてる装備はあっ即がついてるちょっと待って即って何例の体力を知ることができるああとどれぐらいで死ぬかとかわかるってことかいいですねいいですねいいですねまだあるぞこれまだあるぞどっかにあ鏡あ,こ,れかあこっちも行けるのかこれ調べる あ、これ何調べるって、取るってことえ、大丈夫これ。あ早かったまだ。なんかいるなんかいるよねえ。ルッカ、後ろ、後ろ、後ろ。後ろ、後ろ。ちょっとやめて。やめて。あ、いない。そしてもう一回振り返ったらいるんじゃないあ、いるいるいる。あそこにいるよ。向こうの部屋に。あ今のは一体。 気配だけを感じたってことあここどこえちょっと待って今ど,どうなったどうなったこれ今のは一体あベッドに座る窓かあこれ10年前のじゃないでもこうやって見ると今の今の姿だ窓子こっちを見ている怖い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 ちょっと帰るわ こっちにまだあるこれは向こう側の部屋の話ちょ、窓はちょっと待ってて。気になるわ。こっち、こっちにあるな。んここここら辺にまだありそうじゃない調べる。壁一面にたくさんの絵。壁のこと言ってる。画用紙にクレヨンで描かれたものだ。幼い子供が描いたように見える。これ窓が描いたやつってことだよね。えここら辺にある,ある、ある感じがするんだけど、違うの 向こう側えあるんじゃないのこれ。絶対あるって、ここに。ほら。あ,あれあれ,れよく探さないとさ、見つけられないやつなんじゃない椅子のとことかだかな悔しい、悔しい。それか、これ、窓か窓かの話、これ。向こう側にいる。 窓かの話の可能性あるな。ちょっと、行くか、仕方ない。待ってるから。待たせちゃっても申し訳ないか。窓、ま、かちゃんね。窓、ま、かちゃん、ちょっと、こっちとかはどうあ、ここにあんのか。食べる。写真。あ、違った。え写真じゃないの写真、写真。ちょっと待ってて、窓、ま、か。 今さ、赤いの拾ったからさ、赤いの。圧が上げれる。これってさ、この石はさ、みんな共通なの共通なのか共通じゃないのか。レベルアップ接続遠ざけることができます。じゃあ、上げとくか。 あげとこう。レンズの目覚め。さきあ、みんな目覚めていく、レンズを。こうやって目覚めさせていく。え、じゃあ窓かに話しかけるか。窓か調べる。手を伸ばす。触れられるの触れられないのか。あ、なんか落とした。何これはなんだい二階看護日誌に。 古い看護に詩が落ちている病院に関して何かわかるかもしれない、うん、7月19日本日報告事項1件また207号室のあや子ちゃんのことですえ午後3時頃まどかちゃんの鳴き声が聞こえたので駆けつけると飼っていたカナリアの首がハサミで切断されていましたひどカナリアってお母さんがくれたやつでしょ っっていたかなりあってさっきお母さんの手紙にあった気がするけど。あやこちゃんが血で汚れたハサミを持って立っていたことからもあやこちゃんがやったことは明白です。いつものように注意しても笑うばかりでまるで反省の意思は感じられません。善悪の区別のつかない性格と言ってしまえばそれまでですがあやこちゃんのいたずらは度が過ぎます。まどかちゃんをはじめ、えー、小児患者への。 悪影響が心配されますが、院長の意向もあって、効果的,効果的な対策を打てないままです。特別扱いされてるからでよなんか、綾子ちゃんって。どっかの病院から来たから、なんか、丁調に扱うようにみたいなのあったもんね。綾子の病室、絶対来たからいいんだけど、綾子の病室。幼い子供が描いたクレヨン画が貼られている。ちょっとこれさ、ちょっと,ょっと待って、遠目から見るけど。これさ、 なんかこのこ子供たちが誰かによって傷つけられてるみたいな感じじゃないそれかこれがえ2番目左から2番目が綾子でこうしてやりたいみたいなやつかなこれちょあの人形とかないなんかちょっとちょっと音がするの何ちょっと音がするあ子供 これは誰あや子だろ、これ。のぞく少女。これ多分あや子じゃないなんか悪い顔してるもの。あや子だろ、今、ここにいたの。あの写真見たいんだ。写真見れないのこれ。見れないのか。今のは絶対あや子と見た。だって顔が悪かったもん。窓かではない、あれは。じゃあや子のとこ行くか。仕方ない。 あやことこ行ったらえあやこに呼ばれる看護婦あやこに呼ばれていったやっぱここ青いないつまでも青いなここ入れるときは来るってことかここにほらなんか取るのかななんかこっから 取れる何かが。なんか、そんなことはないか。あ首吊ってるやつがあるよ。ほら。あなんだいいタイミングでまたこういうことが起こるよね。使えるマイクがなくなりました、事件が。何かが映り込んだ首を吊る女何それ。1000ポイント。あこれ、隠れ。隠れのやつすごい。 な、覗いてみてよかった。そういうのもあんのすごこれよく気づきじゃないこれ。マザログ気づきじゃないわっ、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 わわわ,わ,わ,わっ、わよくない、よくないことしてる。こんな力すごくないあやこやべえな。待って、あやこの部屋どこそもそも。 あやこの部屋、ここかあ、ここなのか。よし、じゃあ。あやこの部屋行く前に、ちょっとこっちの部屋とか行ってみたいんだけど、ダメ行っちゃう。行っちゃっちゃう。ちょっと一旦確認したいんだけど、ダメ何もないかさすがに。あの少年の部屋には。特にないか。ないね。ごめんなさい。 ごめんなさいよしじゃあちょっと嫌な予感がするのでえっ、ー、と今回はここまでにして一旦セーブしてちょっと一旦セーブしよう絶対嫌な予感しかしないちょっと待って一旦一旦セーブセーブセーブってできるよね どこだっけここ。ちょっとめんどくさいか。まあ、いっか。じゃあ、これさ、本当に死ぬとさ、あれこっちじゃなくないあ、こっちでいいんだ。やられるとさ、マジで最初のセーブポイントまで戻されるんよ。しかもさ、ルカさ、ちょちょちょ。 あるかじゃないだ名前がサキさ回復アイテム持ってないんだよあんまりだからさちょっとさ心配すぎてさよしじゃあ今回はここまでにしたいと思いますちょっと短いですがここまでにして次回綾子の部屋だけど絶対綾子と戦うと思うんだでやこ多分クソ強い気がすんだよだって看護師をさ あの子供が看護師の髪を引っ張って引きずってんだよ。やばいって絶対あやこということでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はそんな感じで進めていきたいと思います。えー、ゆっくりやっていきたいと思いますので皆さんちょっとお付き合いください。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。<laughs> コントローラーをにるでもいつもお母さんは似いていてばかりで俺をん